はい、それはでは、ね、先ほど計算したものをグラフに表してみたいと思いますけども、このようになりますということですね、前回紹介したのと大体同じような形になってますけども、基本的に売れ残り依存はですねあ、この下の値はちょっと違ってますけども、おのおのですね、30個仕入れた場合、31個仕入れた場合というふうに。 上上ががっってていいくとですすね売れ残りゾーンはこのように上がっていきますそれからあ品切れゾーンは逆にですね下がってくるというふうな感じになってちょうど真ん中辺で、まあ、交差をしますそれで、えー、この足し算がですね今度は損失の足し算ということになって、えー、結果的にですね、えー、全体の損失ということになるんですけども たまたまこう計算するとですね、えーまあ、ここで数字で分かるんですけども、えー、この時とこの時が同じ金額になって、で、この赤のところですね、で、えーまあ、最初値になっているということが明らかに分かると思います。で値としては、まあ、先ほど求めた通りですけども、 えー、このですね88円の時が一番、えー、最小値になっているということです。はい、それではですね、えー、結果的にですねこの期待利益と損失を足し算したものが同じになるという話をしましたけれども、これも確かめてみると分かるんですけれども、えー、おのおのですね、えー 例えば30個仕入れた時の期待利益が1200円で、損失は128円ということで、1328円になる。それから、31個仕入れた時の期待利益が1230円で、損失が98円で、全体としてですね、1328円になるということで、すべて1328円になったということです。これは、どういう値だったかというと、 この前に求めました、あ需要を知っている場合ですね、これは1328円出ましたけれども、この値段になっているということも確かめられました。はいまあ、いずれにしても、ですね、えー、このような仕組みというのは、毎回変わりませんので、えー、しっかり計算をすれば、ですね、えー、検査もすることができますので、えーまあ、じっくりですね、えー、一度計算をしていただきたいと。 グラフに表すとこんな感じで、先ほど言ったように、えー、1328円にすべてなっているということで、この赤のところがです、ねえー、期待利益で、えー、32個知ルた場合と33個知ルた場合は同じであるで、逆に損失が、えー、一番少ないということが、グラフからもわかると思います。 はい、それではですね、今日もまたチェックテストでやってもらう演習ですけども、えー、30個売れる確率が37%、31個売れる確率が8%、32個売れる確率が30%、33個売れる確率が20%、34個売れる確率が5%ということで、えー、同じようにですね、す、え、べ、ー、て計算をしてみてください。 で、えー、表がですね、このようになりますので、同じようにですね、やっぱり20個の穴埋め問題がありますので、これに答えてくださいということです。で、同じようにですね、えー、これ見れば分かるように、30個売れる確率は37%ということで、一番高いんですけども、果たしてじゃあ30個仕入れればいいかということですね。それを計算して、何個仕入れたらよいかというのを おお、まあ、二対一からですね、計算をしてみてください。